常備をこれ作ったが、お腹痛い時に使えるんかね。これはね作ったん。どうやってどうやって作れる？作れるけどそれは大変、難しくかかる。ついてられないか。多分そろそろ10分やないかね。え？そろそろ10分やと思うね。そしたら、また今前に行くの忘れた。これ、さったら、2回繰り返すの？アーミーのせいでもかまんけど、アーミーで受けないスドラマね。いつもどうしようた、そんなこと覚えてるんだけど、無理。うん。いや、こんなになった。どんなに？沈んだ。え？で沈んだ血管マンが。ああ。カーブルくらいやって、2回目、うん、あ、そうやって捨てながら何回も茹でるんや、これ2回、うん、用のね、はい、こんな汁を捨てるわけや、はい、あ、取ろうと思ったら捨てる前か、まあ、お米ほんで見よってよ、8音はい、今から、うん、取り寄ったらわかる、お米ラムと牛と牛の、はい、もち米もどんなもち米がええとかあるん？一緒？あのね、うん、もち米は九州のもち米がええって教えてくれたけんで、これはね、うん、それはあの協力教えてくれた。なんでじゃろうね。知らん、もち米は九州のもち米はええよって教えてくれた。ほんで、確かに良かったね。うん。ほんで、これは、うん、普通のスーパーで、こうだよ、き。はい。で、1.5 ということは、西女子一緒入ってるね。うん。うん。5個炊こうか。はい。5個炊いて、お弁当に持ってどうだ。あ、出た。はい、綺麗なほら、つばぐろちゃん、うん、うん、明日も全部炊いちゃって食べる、うん、ばあちゃん、あのエプロンとか買い出したん、服も熱くなってきたん、え、熱くなってきたからエプロンな買えたん、洗濯したけん買いました。あ、さようですか。これ春菜ちゃんの誕生日に買ってた。おー、まあ、大事にせな、ん、大事にせな、そう、うん、エプロンいっぱいある、うん、エプロンも割烹着も、あるある、うん、
聞かんねえこれ。うん。タチウム言ってよ。はい。やっといたら一番完璧よね。知らんけど。こんなもん冷凍庫に入れとかね、絶対お味が濃い。うん。お米の管理、冷蔵庫がええっていうね。冷蔵庫がええ、うん、ほんで1階にね、うん、あの、ちょっと見た2階に分けろね、今度は。はい。ほんで、ほら、タケノコが出だした時、ぬかを絶対守ってたんで、完全の覚えとってよ。はい。ぬか、あそこの精米機のとこ、取れんのやない？裏で、裏言った。あそこの、うん、あそこあるかね。裏に回ったらね、取れると。あ、そう。自由に取ってくださいって書いてると。ほー。ほんで昼じゃないといかん。うん。夜はわからん。裏に回った。え、その、もち米も研ぐときは普通のお米と一緒？なんか変える？研ぐとき？はい。全く一緒。一緒。このお汁でタケノコ茹でたらいいのよ、これ。ねえ。うん、タケ汁で茹でたら美味しい。うん。どうかもなかったら。茹でてみろね。そうじゃねえ。うん。え？絶対茹でてみろ。うん。茹でてみろ。で、大きいおかまもろちゅうきね。うん。なんか竹の子を炊くのも取らんてか。ちゃんとおこと作ったのくれちゅう。な、何で作った？みやさんが持ってきてくれたんじゃないのか。うん。で、あれで茹でたら手がない。うん。丸ったんでね、皮をむかんずつ。うん。根元と何、皮むかずにそのまま茹でるの？皮をつけて、あの下のごついのはちょっともういちゃうので、おう、下はパッチリ切って、ほんで上を切ってね、うん、皮ごし茹でるのが一番おいしい。あ、そう、うん、いつも皮のけてやるよね。それはこちらこんなに大きくなってから、あの、掘るのに、うん、今の小さい、このくらいのことを言うわ。そういうことか。うん、大体大きくなったらあんまり見たことないね。うん。今が一番、お刺身で食べたら一番、あんた美味しいと思った？いや、ちょっとえぐかったね。こっちへね、どこにね。差し替えろ。だから相当、その種類によるんかなんかわからんけど。違う。うん。あのね、長崎のね、本田さんのね、お母さんが炊いたの、本当にあんな渋かったわ。うん。あの、アクが抜けてないね、ほら。ああ。おばあちゃんであんなのよう食べん、基本で。うん。ゆっくり茹でて、うん。茹でたお汁が冷えるまで、うん、一晩置いとくわけ。おうおう。ほんで、アクの朝、うん、それ洗い上げて炊いたの、うん。うん。おばあちゃんのタケノコ美味しいよな、そんで美味しい。あー、なるほど、うん、楽しみじゃね、今からね、うん、今から見たから、うん、こんなん食べたことないよったら美味しい。あれね、手間暇かけて、板取りも美味しゅうございます、うん、いやいや、かぶるくらい言ってた、こんなんなってもうちょっといけない、こんなんなかけてない。やっぱり、あの、自分の勘が正しいかね。竹すぎたら壊れる気ね。ほんでこれはついとらないかんね。うん。けど、おばあちゃんは何時間もかかったの、あれ、古いだろ。古かったき。うん。うん。あの、新しい、これ、去年の小豆。新しい木。うん。それ、新聞は？新聞おじいが持ってた。取ってきちゃろ、待ってよ。